おはようございます。今日は月曜日です。憂鬱な月曜日にエンジンをかけるために今週中に実現可能な小さなミッションにチャレンジするミッションポッシブル、それでは早速今週のミッションいってみましょう。今週のミッションはこちら、メニューから初めてのものをチョイスしてみる。新しいもの、初めてのものに触れると脳の中にドーパミンという、ね、ホルモンが放出されます。これが快楽、快感、それから幸福感に関わるということで、新しいことを選び取ることで生きる意欲がどんどん増していくという好循環に入るようですよ。やってみてね。小さなチャレンジの積み重ねで見たことのない場所に一緒に行きましょう。 Do you copy?